田辺純吉は主に大正期に活躍した日本の建築家。清水組の技師として、銀行、学校、邸宅等を設計し、後に独立。茂行道、渋沢や明日山邸の番号路、声円文庫などが現存しており、大正期を代表する作品と高く評価されている。これらは、建築と工芸の提携、田園趣味など、 アーツクラフツ運動の影響を受けた建築作品として位置づけられている。富山銀行本店主芸行き道東京会館、渋沢資料館、声援文庫大阪ガス会社1905年大阪市。現存せず、日本女子大学、なるせ記念行動1906年東京都文京区、目白台。大学の創始者、なる二造を記念して、清水組設計志向で、 豊明図書館健康堂として建てられたもの。春光寺はレンガ壁だったが、関東大震災で崩落し、木造に改められた。内部の衣装や柱、トラス等の部材は、明治のものを残している。1974年文京区、指定有形文化財に指定された。長い間、田辺作品と考えられてきたが、近年の研究で、 北村構造設計とされており、ステンドグラスが田辺のデザインである。田辺作品のほとんどに見られる、ステンドグラスの初期の例である、東海銀行本店1909年東京都中央区、現存せず、富山銀行本店本館1915年、高岡市森山町に残る、田辺淳吉が設計。元は高岡協立銀行本店。現在でも、 銀行として使用。屋根は、六小銅板を使用。柱の基礎部分や窓周りは、花崗岩。ルネサンス様式。外壁は、赤レンガで、赤レンガの銀行と呼ばれて市民に親しまれた。茂行ゆき道1916年埼玉県、深谷市機械。渋沢栄一の記事を記念し、世田谷区世田にあった第一銀行の保養施設、清和園内に建てられた。 重行堂道という名前は、中国の四書の一つ、中央の一節、誠社店の道や、重行社人の道なりにより、渋沢自身が命名したものである。レンガ造り平屋建ての建物は、田辺の代表作の一つで、大正ロマンの雰囲気が漂う。渋沢から、田舎風にという要望を受けて設計したとされる。百九十六年から翌年にかけて、大原市広報で書い 2003年に国の重要文化財に指定された。使われているレンガは当時の記録から深谷で生産された可能性が高い。なお、大寄公民館には同じく清和園から移築された西風亭がある。渋沢栄一を補佐した当時の第一銀行頭取、佐々木雄之助の古希を記念した建物で設計は西村康二である。渋沢資料館。 バンコーロ1917年東京都北区、西ヶ原の旧渋沢や須賀山邸にある、2005年国の重要文化財に指定された、木造河原武平屋建て、渋沢栄一の基準祝いで、合資会社清水組、清水万之助が送った洋風の商店である。バンコーの名は、バンガローという名の音に当てはめて、渋沢が自作した詩の吉化万節港から取ったと言われている。 バイオ設中の建物で、田辺のデザインの資質を今に伝える。小さな建物で、様々なデザイン、装飾の他内部の家具も、田辺のデザインで、細かい配慮が行き届いている。大正期の名建築として評価が高い。第一銀行京都支店増築1919年、京都市中京区からすま三条交差点南西角元は三条通り側が正面で、 辰野火災建築事務所設計、清水組志向により1906年竣工。カラスマ通り側を正面とする増築部分を清水組が設計志向。構造はレンガ作り2階建て。1999年に取り壊され、2003年、同じ外観の RC 作りで再現された。日本クラブ1921年東京都千代田区。現存せず。 東京開館1922年東京都千代田区。現存せず。旧第一銀行をたる支店、三菱銀行をたる支店1924年所在地は、北海道をたる市いろ内中村田辺建築事務所時代の設計で、構造は、鉄筋コンクリート造り4階地下1階建て。渋沢資料館、声援文庫1925年、番広路と、 同じく旧渋沢や須賀山邸にある中村田辺建築事務所の作品鉄筋コンクリートレンガ造り2階建て国の重要文化財渋沢栄一の三樹と死尺の祝いに建てられた2階書庫に栄一の収集した論語関係の書籍が収蔵されている建設途中で関東大震災に相関性が遅れたというその他池田公爵邸など住宅を 多数手掛けている。西号州の住家では、オーストラリアのバンガロー住宅を紹介した。ありがとうございます。